アルドースレダクターゼ、またはアルデヒドレダクターゼは、アルドースを糖アルコールに変換する炭水化物代謝の酵素である。酵素反応にはナドップが使われる。グルコース濃度は糖尿病患者ではしばしば上昇し、アルドースレダクターゼは糖尿病の合併症を招くと長く信じられていた。数々のアルドース還元酵素阻害剤の広報薬が開発され、 そのほとんどが実質的に失敗に終わったもののエパルレスタットのような成功例も登場し実用化されている。アルドースレダクターゼの反応を特に生成するソルビトールは体の様々な臓器にとって重要である。例えば、グルコースからのフルクトース合成の一大回目の反応に使われている。グルコースからフルクトースへの主経路は、ヘキソキナーゼによるグルコースのグルコースマイナス6。 リン酸へのリン酸化を含み、フルクトースマイナスリン酸への異性化とリン酸の加水分解へ続く。しかし、ソルビトール経路の方が ATP のエネルギーを必要としないので有用である。また、アルドースレダクターゼは、水晶体、網膜、手腕細胞、胎盤、そして赤血球にも存在する。ありがとうございます。